男子ゴルフの国内メジャー第2戦、日本プロ選手権は4日から4日間、岐阜、富士カントリー下西市の、第1、2日目は7164ヤード、パー71で行われる。2週前の、ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップバイ佐藤食品、で1年7ヶ月ぶりのツアー通算19勝目を挙げた石川亮、32、 イコール、カシオイコールは、インの9ホールを回って調整。通算20章の節目を前に、病状診で5年ぶりの頂点を狙う。34度まで気温が上昇した岐阜県カニ市。今季2戦目の国内メジャーを前に、石川は汗を拭い、表情を引き締めた。コースに対して注意すべきところを注意しながら、いいゴルフができれば、会場の富士カントリーか西石野では、 メジャーも含め、男子のレギュラーツアーでは今大会が初めて。プロ17年目の石川も初めて回るコースで、ドッグレッグが多いので、クラブ選択と T ショットで打つ球のラインを信じることが大事になると攻略の鍵を示した。6月の国内メジャー、BMW ツアー選手権森ビルハイは、フェアウェイが狭く苦手としていた茨城。 シシドヒルズ CC を攻略して2位。2週前のジャパンプレイヤーズチャンピオンシップバイ佐藤食品では通算21アンダーで1年7ヶ月ぶりの優勝を飾った。ツアー史上12人目の通算20勝に大手をかけている。何回勝てるかを考えるより自分を高めて勝率をどれだけ上げられるかにモチベーションを感じている、と石川。 病状心でビッグタイトルをつかむ、鈴木和樹。